お疲れちゃんです、アラットです。ということで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら30日で保護を極める企画9日目やっていきたいと思います。それでね、皆さんお気づきでしょうか、アイスピナックはねちょっとデリで今日はやっていこうかなと思います。というのもね、今ねデリバリーで多少戻ったんですけど、僕72からね69ぐらいまでね落ちました。マジで大型ですね、大型に勝てなくて、ゴレダクネであったり、まあ、ゴレクロンラバルであったりだとか、まあ、重量級にマジで勝てなくて、というわけでデリにね変えました。防衛がやっぱ優秀なのでね、大型に戦いやすくなるよねっていうのでデリにして、まあ、ちょっと今日はやっていこうかなと思います。でプチテーマなんですけど、まあ、デリにしたから、まあ、なくてもいいかなと思ったのですが、まあ一応ねやりたいと思います。今日はですね、防衛ホグをめちゃくちゃやっていきたいと思います。というのも、その対ゴーレムをやっていたりした時に僕負け方がね惜しいんですよね。なんかゴーレムは溶かすんですけど、後衛が守れないとか止まらないみたいな感じでよく負けてて、そこの時間稼ぎでねよくバルキリーを出して時間稼いでたんですが、結局バルキリーも後衛のねダクネベビーメガゴあたりにやられちゃうみたいなのがあったんですけど、うまい人たちそのタイミングでホグを飛ばして後衛のね時間稼ぎをホグライダーでしてたんですよ、防衛ホグで。なので防衛ホグ僕もね身につけようかなと思います。だけでやっていきます、レッツゴー。まあ、デリバリー型なので、アイスピがね、デリになってます。防衛、まあ、ちょっとしやすくはなっているから、まあ、また、立ち回りもね、変わってくる部分があるかもしれないんですが、まあ、ある程度は変わんないでしょうっていう、さあ、オーブンですね。はーい。いや、このアイスピ痛いからね、スケでいきます。いや、このオーブン自体はね、クエイクでバカ相性いいですよね。さあ、ですが、オーブンウッド。まあ、デッキ自体はわからないですよね。スケラとか、まあ、小屋とか、まあ、そんな感じ。で、このファイブ痛いね。ファイブウッドのオーブンめっちゃいかれる。うわぁ、スケルトン部隊。そして、ゴブリンバレルと。で、オーブンが回った。うわぁ、なるほどね。小屋っすね。出た。ガゴムレ入ってるかな、多分あと。なんか、オーブン、ボーラー、ガゴムレ、スケルトン部隊みたいな、ロケットミラーとかね、昔、なんかそんな組み合わせがあったんですけど、もうね、超害悪デッキと呼ばれてる、もうえぐいですね。ミラーが入ってるので、まあ、今回はね、環境的にも5だったんですけど、マジロケットとかで、マジでマルチだと、昔はね、ロケット、ダメージえぐいぐらいあったんで、これガゴメか？そう、オーブンですね。もうほんとね、700とかで、いや、ロケルミラーで1500ぐらい削れるぐらい、そう、超強かったんですよね。これがね、当たり前に使われてましたからね。さあ、ここはデリでね。デリ使うと、間のガーゴイルの群れが嫌だよねっていう。まあ、次バレル来たら、前バルキリー、後ろスケで完封できるかな。で、これね、相性がいいと思うんですよ。間違いなくね。クエイク刺さるし、デリも刺さるし、みたいな。そう、相手もだから悲しんでますね。だから僕、これ負けられないっすよね。さすがに相性がいいから。さあ、相手はここで攻めファイブもね。で、めっちゃダメージ受けるんですけど、まあ、攻めファイブ使ったよっていうことは、相手はね今コストないのでユニット1枚出せるかどうかとかだと思うんですね。でガゴムレとか、さあちょっとスケルトン部隊読みね、ウッドとかもおしゃれにやっていくものの全然刺さらない、まあ、全然刺さらないとはいえね。さあ、でこれテスラと最初ねバレルスケかで守っていこうかな。ガゴムレワンチャン、うい、行きましたね、初登場。でもこれデリバリーあるんでね、ロケ砲で守れてもいいけどね。デリ温存、これマジめちゃくちゃ相性いいですねここまで押されてるのがねやばいぐらいに相性いいと思っていいですね。さあ、ファイブ使ったので、まあファイブミラーとか相手が使ってこない限りは、ファイブ、おお、ファイブミラー来たってわけで、こうもクエイクって、オーブン透明、あー、それだけ嫌ですよね。ウッドデリ温存しとけば、まあ、基本的には大丈夫でしょうっていう。マジロキ砲ばっか強いですよ。で、一応バルキリーとかも空いていますから、この辺でバルキリー使わしとくと、この保護を防衛で守るのが苦しくはなってくるよねっていう。うん。いい防衛されてますが、保護一発、なんならもう一発気分で。おい、気分良すぎんか、保護。まあ、これはさすがに神相性ですね。いや、でも、まあ、デリバリー活躍してましたね。多少はね。
やまあデリだとね、大型にはちょっと勝ちやすくなるんですけど、高回転系がやっぱねやや戦いにくくなりますよね。そのクロスであったり迫撃砲に対してはやっぱ腐ってしまうのと、回転が遅くなる分ホグ対決とか、まあバルーンとかそういったユニットにはねちょっとだけ勝ちにくくなるので、しっかり大型引いてきてね、わお相手近起動してくれたな。さあハンデもらいました初手から。ダックプリアラメってなんだろうね。それこそゴーレとか来たのかな。ジャイプリプリ的な、いやちょっとわかんないね。テスラ置きます。さあデリーウッドも欲しいけどスケでいいか。さあスケで真ん中目にユニット寄せてあげて、頑張れ。オッケーオッケー、いやー頑張って頑張って大丈夫で、このロケット押しにホグ。序盤のこの相手の謎やな目でかすぎんっていう。さあダークプリンスでいく。ジャイプリプリのやな目ですね。まあ正直やな目嫌ですけどね。このジャイプリプリって基本的にファイボーザップなんですけど、ディガーの枠がねたまにやな目になってるとかいろいろまああるっちゃあるんで、まあなんでだよっていう。まあディガーない分ね、このロケット押しケツから出しても相手は絶対やな目で処理しないといけないから、なんかねディガーを気にする必要がないっていうのはでかいっちゃでかいですけどね。これテスラ置いてもよかったかな。そうやったウッドスケデリスケぐらいで守ろうかな。これは勝ちたいぞ。テスラを運命して、あれチライじゃねえよ。いやジャイ来たな。テスラを延命できれば全然いいと思うんですよ。であとは俺のね今日の課題でもある防衛ホグ、そう受けるのはやっぱ大変だからね。でここちょっとねテスラを延命したいっていう思いの馬力出したんですけど焦げたっすね。やばい。一応ロケット押し出して、いやなんかエリアと全体的に取られるね。インドラでしたね。エレキがインドラな分スケとかでも襲いやすいんですけど、そのヤナアメだからね、ちょっと話がまた変わってきちゃうっていう。ヤナアメやだね。あと、防衛ホグ、さっきのどうだったんだろうな。なんとも言えないね。これウッド打ってあげることによって、テスラとかがより残ってね、よいしょ、一発殴るかどうか変わってきますので、テスラを延命するウッドもマジで大事。相手の攻めがずっと来るよ。インドラ出さなくなっちゃったっすよね、相手。いやでもこれ一回置いてきたな、まあ、でかいっちゃでかいけど、これ置いてこられたことによって俺のテスラ、俺これ延命しないといけなかったな絶対。でも2周目回ってく。さあ矢の雨で行かれる。ホグ飛ばしてえけどな、いつ飛ばすのっていう。今でしょっていうタイミングいっぱいあるんだけどな。さあ5来る。いやでも俺耐えれば勝ちだもんな、これぶっちゃけ。これもう一生ホグ飛ばさないっす。いや今日の課題が全無視になる。いや、防衛ホグなんですけど、一歩間違えると、あれですかね、一瞬にして僕負けちゃいますから、そうなんですね。それもむずいですよね。ユニット残ってるタイミングとかで行きたいけど、全部消えちゃうんですよね、ここで。さあ、クエイク削りもやりたくてもできない。ウッド削りで勝てるんじゃないのか？これは来たぞ。マジできちいな。一生これされる。で、毎回俺のロケット押しにね、ヤナム打たれるサイクルもね、綺麗に続いてるんですよね。あ、で、ファイボか。いや、これテスラと一緒に巻き込んでるファイボやだな。スケでプリンス受けて、みたいな。お、ちょっと、うわ、なんか、今のうまくない？これ言っていいよね。言っていいって言ってる気がする、母さんが。行ってこい！やべえ、これ。行ったらダメだったかな。で、ロケホとテスラはファイボー打たれるの嫌なので、やっぱ右下に出します、ロケホ。これ大体絶対矢の雨とか打たなきゃね。やれないっす。で、テスラ延命してあげて、なんならテスラも2個とか植えちゃってあげてね。で、2周目に相手は矢の雨打ちてんのか。で、ここもね、行っていいっすよね。これもう防衛ホグではないね。防衛ホグをね、したい。けど、相手はコストないから、いいタイミングのホグではある。さあ、そしてテスラを植えてあげよう。テスラを植えてあげると、やっぱ何でも守れちゃうからね。で、相手はタワーと巻き込むから、みたいな。そう。この、いいのか悪いのか何とも言えないホグ。よし、一発。さあ、まあ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 。
まあ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 、デリーもそこそこに活躍してましたね。まあ、ISP だとこう、ロケット士2周目とか寄り回しやすいイメージがあるんですけど、まあ、デリーだと1回の防衛がね、やっぱ強いよね、というので、ゴレラは引かしてくれ、俺に。あ、カナリオだ。よろしく。このプレイヤー僕めっちゃ好きな方なんですね。チームリキッドとか所属してた、こう、世界大会も優勝したね、異なるプレイヤーでございます。さあ、高回転ゴブドリ来ました。あ、やだやだ。待って待って、デリバリーもねえし、ウッド裂いちゃったからな。痛ーい、マジで痛い。いやー、マジで痛いし、デリバリーにした瞬間さ、なんか重量級来なくなる、何このクララワールあるみたいなの。嫌っすよね。めっちゃ入ってる。相手がやっぱ攻めてきた分、それ相応のダメージは受けてはいる、相手も。さあ、これね、やばいんですよ、問題は。危ない危ない。テスラ。いや、これやばいんですよね、多分。これやばいんですよ、多分。これやばい。いやー、でも思ったより耐えた。思ったより耐えた。いや、オッケーオッケー。ダメージ差400でしょ。いや、全然いいよ。全然いい。さあ、こっからだな。まあ、デリーをウォールブレーカーに当てれるといいのかな。今までだと、ISP をウォールブレーカーに当てて、SK ウッド、バルキリーウッドとかで、まあ、ドリルとウォールブレーカーを処理してたので、まあ、ウォールブレーカーにデリバリー当てつつが、まあ、基本となってくるかな。これ、攻めバルキリーして、あの、ロケット押し、キング起動したいね。キング起動したいんだよね、君。その、そっちでやり合わないと欲しかったな。これ、一発入るんだけど、このカウンター結構えぐいの。これ、キング起動やっといた方がいい気がするな。で、この逆サイド、あ、待って、キング起動ミスとやばい。で、これ逆サイドもね、一応警戒してテスラ引く。いや、痛えな、痛えな。いや、テスラ強えから、オッケー、テスラ強えよな。オッケー、ダメージ追いついた。相手、ボンバーじゃなくてロケホンになってますね。高回転の流行りのやつが。なので、やや回転が遅いのか。でかいでかい。俺もちょっと遅いから。まあ、一周目はまあ、テスラで守られるよねって。そんな感じだよね。さあ、テスラ。まあ、これはいいんですよ。これは別に良くて。なんだ、このロケホン、いらんかったかもしれん。まあ、ここのテスラで、キング起動もできて、デリバリーあるでしょ？で、ホグを飛ばして、いや、めっちゃいいめっちゃいい。いや、痛い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 、いらんかったけど、クイックで。いやー、間に合うか。いや、でもホグの機嫌が良ければ、一発入れろやー。いけるよ。これはね、マジでいける、マジでいける。で、一応、オールブレーカー警戒でテスラもいて、これもデリ出ない、全掃除。ホグ。え？やばくね？強すぎ？いや、今の、強すぎ？マジか。うわ、しかもクエイク一個ずれてんな。今俺、完封、テスラ引きかったな。さては。テスラちょっと低かったっすね、位置。うわー、持ってえねー。絶対勝ち試合だったな。テスラ低すぎると、ウォールブレーカーも入るのか、あれ。危ないね。気をつけよう、ちょっと。いや、マジでね、この、デリバリーとかね、ちょっと変えると本当に来なくなるな。今日はね、マジゴレとラバーをぶっ倒そうぜっていう回なんですよ。だからゴレとラバーマジで来てっていう。全然来てくれないから。よし、さあ、ホグ。もしかしたらユーノがね、飛んできたかもしれないんですけど。2発で壊れるよね。おい、1発？んー、よいしょー。で、今回の相手も、まあ、ただのドリルですね。全然来ねえな。マジで。本当にね、良くないね。もうアイスピンに戻しますとか言って、次アイスピンしますか。そしたらね、もうゴレクロ来ます。いや、なんだよねー言うてね。まあまあ、デリも活躍しないことはないですけどね。高回転にはあんま活躍しねえから。いらないよねっていう。さあ、スケ。まあ、そう考えると、本当にね、この、スケアイスピで全てに勝つっていうのが正解なんですね。やっぱデリだと回転遅くなる分ね、こう、勝てなくなる。回転って本当にね、偉大だなって思いますよ。高回転って。世界変わりますからね。うん。さあ、これインドラちょっと怖いよね。なんか、ザップとか多分ないだろうけど、たまたま、なんかそんなの引いたら嫌ですから。まあ、今回はこう、回転というよりか、神器デッキか。ゴブドリデッキの、なんかインドラと、もう一枚また対空があるんでしょうね。さあ、神器デッキと呼ばれるデッキでございます。アナムートは多分ウッドで剥がせると思いますね。でもウッドで剥がせるんですけど、
その後のドリルが怖いよねっていう。うんうん。ドリルこれ、デリバリー、どうしようかな。ウッドって、こう、ミリね、残ってる状態で壊しても、生まれてくるユニットをね、守れるんですよ。消せれるんですよ。墓石みたいな感じ。でも、デリバリーって、落とした瞬間に HP なくなったら、生まれてくるじゃないですか、いっぱい。それがね、嫌ですよね。まあ、優秀なんですけどね、デリ君。まあ、これは一旦逆サイドですよね。やっぱ、片サイド攻めてると、こうムートとかインドラとか、もうユニットやっぱ固められまくっちゃいますから、ね。こんな感じでやっぱ両サイ攻めとくと後々ね戦いやすいよねっていう。うん、いやー、いいマジアチャだー俺からしたら。いや、いた。さあホグでね、だけ取って、まあ今日の課題はマジで防衛ホグですから、もっともっとね、なんか防衛で活躍するようなホグ、そしていいタイミングの、いや今のホグやばっていうようなの出せるといいんですけどね。そううまくはいかないっすね。え、そこマジかよ。これはね、誰も読めない。あ、これ、金ギターできるの？転送、お、そっちが？言うのがすると思ったんですよね。マジアチャワンチャンも警戒しながら、いや、いい。いいよ。さあ、ウッドでね、削りながら、テスラは延命していきます。おい。まあ、これはね、相手が施設がねえから、してインドラとかもね、まあ、腐ってはいる。問題はね、そういうこと言ってると、最後の最後痛い目見ますからね。いや、痛い目もう見てる気がする。やばいね、これ。さあ、バルキリー冴えたけど、スケートウッドあれば、ドリルマジで守れますので、ここでホグ飛ばしてからの、ウッドでね。近畿道もしてるんでね。いやー、マジアチ痛いな。いや、でも、バカ入る。いやー、もう一発欲しかったな。さあ、これテストね、飛んできてくれんのか。どうなんだい？インドラの事故だけ。これもうホグ今飛ばしたいけど、確実に勝つのはしっかり守ってからの、オーケー。まあこれは勝ちましたよね、っちゅう話。ロケット欲しい。で、クエイクでね、もうスペル削り始めていくよ。ホグも飛ばしていい気がするけどな。よいしょ。で、ダックプリに縦吐かすっとやって、他のユニットも巻き込めるしね。で、テスラ置いて、バルキリー出して、延命いらない、ホグ飛ばして、こうダークピンスもね、時間稼ぎできて、マジカーチャーな竹も取れる。ああ、いいホグだ！こういうホグをね、もっと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 飛ばせるようになると、さらに上の領域いけますよね。まあ、というわけで、本当にゴレラバ引けないっすね。低いまでやれや、とかは、わかるかもしれないんですけど、引けないんですよね。本当にこれに関しては運なので、引きたいんだけどね。あんなにめちゃくちゃいるのにね。本当になんか、当たりたくねえって時にはばっか引くのに、当たりたい時に限って引けないよね。さあ、このハイスピホグからのちょっとスケとかで。あ！ちょっと。まあ、そこともあるね。さあ、小屋小屋です。そして、メガゴ。ロイなのかな？小屋小屋って言えばなんかホバとかさ、ムートとかがね、よく入るんですけど、小屋小屋にね、メガゴあんま入んないんだよね。小屋小屋ゴブジェとか、小屋小屋ロイジャイとか、まあそういった系統なのかなとはまあ思っておきましょう。ああ、たるか。そう、もうオーブンとか小屋に対してはね、間違いなく戦いやすいよね。なぜならクエイクあるからっていう。そのままなんですけど。さあ、クエイク打つだけですからね。まあ問題はクエイクだからこそ、小屋小屋デッキのサブがね、厄介にはなってきます。こういうムートであったり。島デリかな。うわぁ、スケルトンラッシュでしたね、今回。さあ、バルキリーとウッドで。いや、バルキリー強えのと、まあ、相手のスケルトンラッシュの位置がずれてるから、全部こう、バルキリーで巻き込めたっていうのはありますけど。小屋小屋スキラですね。これ、ホグ行っていい気がすんな。高めメガゴ出して、コストが。よいしょ。もう一発？いやー、ホグ、うおー！バルキリー！ヤンキーすぎん？今、振る瞬間見えなかったよ。振るの早すぎん？プロだな、やっぱ。鎌職人だけなところありますよね。今、見えました？マジで見えなかったけどな。気づいたら相手のやり込み全部ね、裸になってた。
さ、クエイク打っていきましょう。あれ別にね、2周目3周目が回るから全然打っていいと思いますね。これも相手がホグとかが飛ばしてくるタイミングで行きたいけど、これもまあ一応逆サイっとこうかな。なんか逆サイってあんま行きすぎるとね、なんか良くないのはあるんですけど、うん。さあ、でまあこっちを警戒するよね、俺は。そりゃウッドで削り、施設置いてきたらまあクエイクだよねっていう。一回やっぱ逆サイド振るとね、二回目こっちに戻ってこれますからね。さあこれちょっと打とうか迷ったんですけど、打たなくてもいいな。これテスラ多分高すぎて高めムートで行かれる可能性ある。さあこれタグ取られないようにして、フリーズとかあんのかな。なんかいやファイボだったな。いやデリバリースケラの防衛にも強いですね。まあここ最近スケルトンラッシュ全然いないから、そんなこうスケラに強くある必要はないんですけど、いやこういうのも全部ロケ法でいけますからね。こやこや、対こやこやにだけマジで強いですね。本当に。びっくりするぐらい強い。で、ここはもう一枚多分カバーがあった方がよくて、これはね、怖かったらマジ、クエイクとスケラの棒に超強いです、これ。全部剥がして、剥がします。えぐいです、これ。本当に。で、まあまあ戦略が多分余裕で削れるんですけど、逆サイドにね、ちょっと余裕がある分、振っていってもね、いいのかなーなんつって。あんま多分、両サイ振んないんですよね。もう後半来たら。後半来たら本当逆サイとかの単品絞ってのほうが、いい気はするけど、まあ、悪くはないでしょって。両方削れてますからね、もう。こういうのはホグで受けていきたいよね。スケルトンラッシュ打ってきたらターゲットずれるし。これね、タワーがスケルトン、スケラ、防衛するんで。こういうホグね、いいね。いや、いい。やっぱ意識してやるとね、できますよね。意識しないと全然こう、ね、思った以上にできませんから。意識してやるだけで。さあ、ロケット押しも無双していくと。しっかりね、延命できそうな時はしてあげてと。で、ロケオプラスの拡散で、行かれてほしいけど、行かれてくんなきゃやばいよねっていう話。さあ、これデリが。オッケー。あ、ロケ法残ってんだね。クエイクッド圏内でさ、グッドゲームと。いやー、マジで。相性はいいんだけどね。ゴレとラボを引かしてくれーっつってね、マジで。いや、いいね。デリバリー、やっぱそこそこに優秀だな。まあ、使いやすいっすよね。まあ、使いやすいけど、最強に極めるならってなった時に、やっぱアイスピとかになってくるんですよね。あえてこの初手からさ、俺がトルネード内読みみたいなのやめてほしいっすよね、ちょっと。なので、ゴリゴリ来たんでね。俺もちょっとゴリゴリ来たいね。いや、いい。あ、これもう。来た。パーティータイム。相手のディガーを無視した攻めなので、まあ、言ったら3アドあるような攻めですからね。いいね。大ダメージですね。やっぱこう、初手取れねえとないでしょっていう、運ゲーなことをやったりね。やると、こう、まあ、成功するといいですけどね。えぐいカウンターを受けることもありますので、気をつけてください。ファイボとか？なんだ？やりこぶ D がちょっとわかんないっすよね。いやー、単品で返しちゃったな。デリバリー迫撃かな、多分迫撃じゃないのかな。だけどクエイク使っていくっていうね。迫撃でしょとか言って。さあテスラウッドディガーなのがちょっとなんかあれっすよね。ドリルじゃないんですよね。普通今の環境だったらさ、ゴブドリでいいじゃんってなるんですけど、あ、違う、そうだ、ロケ型だ。これ、あ、テスラだったしね、しかも。俺の記憶悪いね。これも、マジロケット削りデッキですね。だから、真ん中、テスラやだなぁ。マジでやだなぁ、っていう思いがあるんですよ、これ。さあ、削っていこう。で、これちょっとね、すっげえディガー拾い用に取っときたいな。手前、ディガーのウッド攻めとかされると、ちょっとすっげえ引かれちゃうんですけどね。うん、いや、毎回裏ですね、でも。さあ、バルキリー出して、ホグを行きたいよねっていう。ダークプリンス来る。あれはロケット押しでいいでしょ。削ってね。いや、マジ、このロケ砲の削り大事。さあ、ウッド。ディーガーが。いや、ディーガー来ない。相手のロケ削り、マジ嫌ですよね。さあ、ここで多分ロケだな。一回守った後だから。ディガーとセットで来る。さあ、セットというか一応時差でね、来ましたね。
サーでロケット方針も出してあげて、ホグも行ってあげると、これ結構きついんじゃない？ロケット使ったよ。テスラが回ってないのか。オッケーオッケーオッケー。いや、いいね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 、ナイス。あれ全部デリで回収して、まあ、ディガーロケ来んのか。いや、まあ、一回俺このディガー拾うのマジ下手っすね。本当に一個も当たらん。さあ、というわけでこれホグからの真ん中バルキリーとか行けると熱いんだけどね。ちょっと間に合わねえ。いや、オッケーオッケー。キングの竹取れてるから、ある程度のダメージ入る。で、相手もね、攻めないといけないからね。オッケーオッケー。こっちダメージ与えとくと、これロケで落とされても、落とされない。ナイス！というわけで、ちょっと今日ゴレラバー弾きたかったんですけど、弾けなかったっすね。というわけで、デリバリーだとね、ほんと大型とか、まあ、全体的に防衛はしやすくはなりますね。まあ、ですが、高回転対決だったり、まあ、最強に極めるならやっぱアイスプかなというわけで、ちょっとこういろいろ使い分けてね、やっていきたいですね。ちょっと本当に防衛ホグね、もっともっと上手くなりたいと思います。だけでよければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お疲れちゃんでした。またね。